クリーブランド級の長女。まあ名前見ればわかるさ。レンネル島の戦いやエンプレスオーガスタ湾の戦いなど、いろいろ戦い抜いてバトルスターを13個も得たぐらいだから、そりゃ相当強いんだぞ。この後何か注文したいものでもある？私が進めてもいいの？了解。指揮官、模擬店の練習だけどどう？いらっしゃいませ。ご注文は？もっとノリよく。じゃあよう、今日も来たか。あ、違う。スペシャルサービスは何かって？それはまだ秘密だよ。今日の当番が終わった後のサプライズとして取っておくから。そろそろオープン時間。あれ靴は？あ、ありがとう。だ、もう自分で履くから。オープンまでもうちょっとか。指揮官、ゲームでもして時間を潰さない？せっかくだし、勝った方が負けた方に何でも一つリクエストできるって感じで。みんなが帰るまで我慢して。うんうん、頭ポンポンってこんな風にやるんだ。いい感じ。新しい任務だ。一気に片付けよう。ナイス、これでボーナスゲットだ。メールもこっちに回されてきたんだ。指揮官、今取ってくるぞ。指揮官にはマッサージしてやる。耐えてくれよ。かあ！買い出しの仲間たちが戻ってきた。何があるか早く確認しよう。模擬店のオープンまでまだだいぶ時間があるよ。指揮官、来るのが早すぎないか？あ、でもちょうどいい。今日のために特別に用意した衣装でもどうだ。ガーリッシュで可愛いって。やったー、そういう反応が見たかったんだ。この後何か注文したいものでもある？私が進めてもいいの？了解。どうだ、ジャケットが加わったらもっとガーリッシュに。え、今度は大人っぽくなった？
指揮官、模擬店の練習だけど、どう？いらっしゃいませ。ご注文は？もっとノリよく。じゃあ、よう、今日も来たか。あ、違う？スペシャルサービスは何かって？それはまだ秘密だよ。今日の当番が終わった後のサプライズとして取っておくから。そろそろオープン時間。あれ、靴は？あ、ありがとう。だ、もう自分で履くから。オープンまでもうちょっとか。指揮官、ゲームでもして時間を潰さない？せっかくだし、勝った方が負けた方に何でも一つリクエストできるって感じで。みんなが帰るまで我慢して。うんうん、頭ポンポンってこんな風にやるんだ。いい感じ。新しい任務だ。一気に片付けよう。ナイス、これでボーナスゲットだ。メールもこっちに回されてきたんだ。指揮官、今取ってくるぞ。指揮官にはマッサージしてやる。耐えてくれよ。かあ！すまん、姉妹たちが待ってるんだ。そっちに構ってる時間はない。指揮官、なんだ悩み事か。私、妹が多い分愚痴は聞き慣れてるんだ。だから何でも話してみてくれ。別に自分が強いって余裕ぶってるわけではないけど、正直指揮官のような対等に話せる人はそういないような気がするね。いつの間にか私が愚痴る側になったけど、まあいいさ。これからもよろしく頼む。疲れた。モニテンって大変だ。うまくやれている？本当？で、指揮官、まだスペシャルサービスがあるから帰るには早いって。買い出しの仲間たちが戻ってきた。何があるか早く確認しよう。いい感じ。急いでるんだ。全員まとめてきてもいいぜ。たまにはこういうのも悪くないよね。うわー、ドリンクがこぼれる。危ない。
全身あるのみ。そろそろ渡してくるかと思った。これから何でも教えて。ちゃんと世話焼いてあげるから。